IR 石川鉄道線は、石川県金沢市の金沢駅から、石川県下北郡津端町の栗原駅までを結ぶ、IR 石川鉄道の鉄道路線である。元は、西日本旅客鉄道北陸本線の一部で、2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間、延伸開業の際に並行在来線として、経営分離された区間のうち、 IR 石川鉄道が継承した石川県内の区間にあたる。なお、富山県内は愛の風と山鉄道が、新潟県内は越後とめき鉄道が継承した。当線を含む3社の各路線は、北陸本線や新越本線、上津本線、大宇本線などとともに、日本海中間線の一部を構成している。二千十六年三月十六日のダイヤ時点では、 金沢駅栗原駅間で、おおむね1時間に1から2本程度が運行されており、金沢駅津た駅間にはこれに、七尾線直通列車が加わる。JR 北陸本線の末期に、金沢駅富山駅間で日中時間帯の一部列車で、行っていたワンマン運転については、七尾線直通を除く津た駅いするぎ駅間では、実施せず、すべての列車に車掌が乗務している。 自社線内のみを運行する列車としては、平日の夜の金沢発津端駅一本と、土休日の午前中に津端発金沢駅が運転される IR ホリデー号一本があるほか、金沢百万国祭りなどの金沢市内での大きなイベントに合わせて、金沢駅津端駅間のみを運行する臨時列車が設定される。愛の風と山鉄道線直通愛の風と山鉄道線。 越後ときめき、鉄道日本海ひ水ラインとの間で、金沢駅、栗から駅、富山駅、一ぶ駅、糸井川駅間において、直通運転を実施している。ただし、IR 所属車両は、富山駅までの運転であり、富山から魚津、白、糸井川方面には、愛の風所属の車両のみ直通する。運転士、車掌は、いするぎ駅と山駅間で、ワンマン運転であっても、 車両の所属ごとに、IR 石川鉄道運転センター、愛の風と山鉄道運転管理センターがそれぞれ分担して担当している。なお、平日朝夕に運転される、愛の風ライナーについては、船内の停車駅は、始発、終着駅である。金沢駅のみで、それ以外の駅は、すべて愛の風と山鉄道船内の駅である。 七尾線直通金沢駅津た駅間に直通する JR 西日本の七尾線の列車については移管前の運行体制を踏襲し JR 西日本の車両が IR 石川鉄道線に乗り入れこの区間における運行業務を JR 西日本が受託する方式で運行を継続しているまた同線の特急列車として大阪駅和倉温泉駅間の特急 サンダーバード1往復、金沢駅、枕温泉駅間の特急、のとかがりび5往復の1日計6往復が乗り入れている。また、2015年10月から12月の北陸デスティネーションキャンペーン開催に合わせ、観光列車としてキハ48系機動車による、金沢駅、枕温泉駅間の特急、花嫁の連が運行を開始。土曜、 休日など多客機を中心に1日に往復運行している。北陸本線時代から引き続き、日本貨物鉄道による日本海中間線の貨物列車が多数経由する。線内で定期貨物列車の停車がある貨物取扱駅として、金沢貨物ターミナル駅がある。IR 石川鉄道線の近年の輸送実績を下表に記す。金沢津間には、 七尾線からの流入もあり、経営分離された並行在来線としてはタグよ、見ない水準の輸送密度がある。今柱、中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。今柱、中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。管内鉄機動事業者輸送実績より、 バスや IR、石川鉄道5 2 1系 j r 西日本や、愛の風と山鉄道の車両も多く乗り入れる。道路線は全線交流電化区間であるが、定期旅客列車はすべて高直流電車が使用されている。IR 石川鉄道線の駅名表。ありがとうございます。